はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。前に自分は自分の動画終わっちゃうってやってたんですけど、はっきり言って自分の勘違いでした。はい、すいません。これは忘れてください。ただもう一個この子を買わないといけないんで、そしたらドッキング加工入って自分のバイクは走れるようになるかなっていう感じです。はい、そして本日のメニューを考えてたんですが、ちょっと変更ですね。そろそろこのカフェカスタムシートを決めにかかりたいと思います。前回の加工でこちら側とこちら側は、削ぎ落として切っ飛ばして1キロの軽量化、もともと3キロあったんで2キロになってます。今あとは、細かいところでソフト99バンパー用樹脂、バンパーの傷を埋めるってやつですね。はい、これパテですね。パテを、持っときました。こっからこの部分、あとはこっちからこの部分、はい、片側やる必要ないんですが、片側だけちょっとビキズをつけちゃったんですけど、ちょっとそれかわいそうなんでね、埋めてあげました。はい、自分はちょっと細かい性格なんで、そういうのあんまり好きじゃないんで、ちゃんと埋めました。あとは問題の、クラックが入っちゃうんじゃないかってこれ思ったんですけど、ここに仮付けピッピって溶接で盛れば丈夫になるんで、はい、そんな感じで思ったんですけど、ハーレー車のことなんで、おそらくここ全体に相当強力な接着剤を塗ってると思います。なので、溶接作業はいいかなって、はい、このままいっちゃいます。ただちょっと気になるのはやっぱり重さなので、細かい点々のマーキングですね。これはこのパンチングのやつをここに敷いて赤スプレーでやって、目的は軽量化です。ひたすらドリルド加工、この子およそ4ミリぐらいありますね。なので触れるか触れないか程度の感じで、おそらく9パイぐらいだと思います。これだけの数を気が遠くなるような時間を使ってドリルド加工、今日やろうと思ったんですけど、今日お客様見られてるんで、今日はツーリングに行きたいなって、土曜日仕事してたんで、日曜日これをドリルドやっちゃうと自分ずっと仕事してるみたいな感覚になっちゃうんで、はい、あとは、ゴリスポツーリング広島編ですねの予定がだいたい決まりました。ではお願いします。今すぐに出てこないんで他のトロ、はい、こちらですね。はい、旅の日程表ですね。はい、自分が飛行機に乗る時間お願いします。映し切れるかなこれ。8月の11日金曜日12時半、こちらに美香さん登場ですね。そこから、自分の車で成田空港まで行くと。成田空港出発時間は、成田空港出発は17時、17時ですから大体15分ぐらい前に、乗り出すと。はい、はい、17時20分にゴリは人生で初めて、空を飛ぶって感じですね。はい、あとは次行っちゃいます。帰り、あ、帰り、あ、か、うん、帰りは自分は15日に帰ります。15時30分までに福山ベース出発が理想って感じで、まあ間はね、おそらく11日12か13がツーリングになると思います。集合場所は広い方の道の駅、これ以上は言いません。だいたい第1回の方のね、広島ツーリングや、来ていただいた方は広い方の道の駅って言えば分かると思います。あんまりこうはっきり全部言っちゃうとどんだけ来ちゃうか分かんないんで、あとは二の前ちゃんとかどうしても分かんないときは自分の方からなんかメールかなんかします。メールじゃない、メッセージ機能、はい、あと高見さんあたりもちょっと怪しいと思うんで、まあそこら辺のこちらと向こう側のね、知り合いの方はこちらの方もしくは原付の方で何とかします。はい、そんな感じですね。とりあえずあとはないですよね。写すのあります？特にはないですけど、はい、まあこれが飛行機の予約です。これが予約、はい、はい、これピッてやるんですね。そうです、はい、これで券がペッペーっと吐き出されて、はい、まあ、荷物を預けるで、保安検査場、はい、金属探知機で、検査をされて、
晴れて、飛行機に乗れる状態になります。はい、ミカさんはね、もうミカトラベルっていうぐらいで、もう慣れてます、そういう系は。なのでゴリはもう本当にミカさんのケツあれですね、くっついていくような感じですね。あとは、コナン騒動はちょっと先ほどの話でちょっと引っかかっちゃったらめんどくさいんで、ただこれは日本のちゃんと情報等に合格してます、輸出用アメリカの日本用はここがアルミなので、うわーなんか、アルミです、ここがステンレスだったら日本の、銃刀法のあれでは引っかかります、アルミなので問題ありません。あとはちょっと自分気になるのは、本当はミカさんとバイクで行く予定だったんですが、その道中辛いぞと、もうこれは部隊長とのお話で分かったんですけど、やっぱりインカムがないとダメだと。でこれはメーカーが何でしたっけ、これセナ、あセナセナセナの 10C ですね、はい、はい、ちょっと今ね取り方が変なんですけど、セナの 10C、 実はこれゴリが見っけてました。はい、でミカさんにいいのがあるんだって。これのすごいところは、会話ですね、会話もちゃんとこう録画できて、映像も録画できる、もう無敵ですね。そして5万円弱ですね、安いとこ探せば結構、いくらぐらいでしたっけ、安いとこで、4万7800円ぐらいで買いました、はい、税込みで。そうこれ一緒に買おうねって言ってたんですけど、まあゴリちょっとねいろいろタイミングを逃して、ただインカム自体も3万円ぐらいするんですよね。そうです、そうだったらもうカメラ付きで5万円弱だったらもう本当にこっちの方がいいんじゃないかって。カメラはあればあるほど武器になりますからね、自分の動画の場合。なのでこの 10C っていうのもゴリは冬ですかね、はい、購入予定ですね。じゃないとミカさん買った意味がねあまりなくなっちゃうんで、はい、こちらセナの 10C、自分も必ず購入します。そしてヘルメットにダブル、もしくはハンドルマウントですね、 片側 の自分のソニーのアクションカメラは。そんな感じで、はい、前にもね、G2R 何でしたっけ、 GGR1400、 今日はねおそらく日本で一番有名かもしれないあの子ですね、小型部類では、一番有名かもしれないエリミネーターでどこか行ってきたいなって思ってます。そんな感じでカスタム動画進めれなくてごめんなさい、旅から戻ってきたらもうカスタム動画集中します。明日の前にゴリスポーツリング栃木編を1回やってから、もうひたすらカスタム動画だけ、撮り続けたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いいたします。失礼します。ミカさん出てく？いや、これを落としてください。ああ高尾さんと同じ。ああもう悔しかったあれミカさんあえて撮んなかったんですけど、あの時はミカさんのナンバー69です。わじゃあ行きますか。ちょっとお片付けしないとダメですね。はい、自分の状況ひどいことになってますが、これ土曜日の時はこのままで日曜日仕事終わってカスタム終わってから片せばいいんですけど、今日日曜日なんで、もう片さないともう親に怒られちゃうんでね、ゴリ母に、そんな感じで失礼いたします。